みんなは褒めてくれる。俺はそれを悠々とした気持ちで聞く、それだけの配信です。今日はみんなの罰ゲームということを忘れないでください。いいですね。よろしくお願いしますね。絶対褒めるんだぞ。いいな。じゃあ心の準備はよろしいですかね。俺はみんなが褒めてくれてるのをただ眺めるだけです。特に面白い話はしません。よろしくお願いします。いきます。 3,2,1。 コメントの流れがめっちゃ早い。思ってたよりもすごい早くて、可愛いばっかり言ってるけどちゃんとかっこいいって思ってるって、マジっすか。本当っすか。ありがとうございます。ありがとうございます。これ本当に1時間やるの一からの犬になれて偉い。ワン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 。 VTuber 知ったきっかけがマサルくんでした。ちらほらいて嬉しいな。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとう。やばい、配信始めるにあたってエアコン切ったんだけどもう暑くなってきた。かっこいい。ありがとう、ありがとう。すげえすげえ、かっこいいがいっぱいある今日。やった、声聞くだけで寿命伸びる。いっぱい聞いて長生きしてほっぺた柔らかそうなの好きプニプニやぞ、プニプニほっぺやぞ。いや、あのいや、マジか。想像以上にみんな本気じゃん。なんかもっと茶化してくると思ってた。いや、泣いてないですけど。やば、恥ずかしくなってくるんだな俺こんなの準備しといたのに。照れてない、照れてないっすよ。全然また照れてないっす。いや、俺が本当に照れたらこんなもんじゃないっすよ。虚勢腫れて偉い。虚勢じゃないもん。本当だったよ。本当。泣いてないよ。全然泣いてないです。好きなもの好きだって言った時に、恥ずかしくないような。うわぁ。でも照れてないです。ありがとう。時間なので、ここで締めますが、言葉にしないとやっぱり伝わらないなと思いました。ありがとうございます。鈴木まさるも本当にみんなのことが大好きです。いつも本当にありがとうございます。終わりです。はぁ、恥ずかしかった。今恥ずかしかったって言った。恥ずかしかったに決まってんだろ。ずっと恥ずかしかったよ。いや、まあ褒めてくれて嬉しいんだけど、嬉し恥ずかしみたいなさ。スーパーチャット投げれないけどって、ごめんねってコメントさっきいたけど、応援してくれて本当にありがとう。